幻想郷、寒い冬が終わり桜が花開こうとしていた。あ、ちょっと待って。ルミアはある日突然、何が起こっても目を覚まさなくなってしまった。部屋のベッドの上で眠り続けているのである。ほっぺたをつついても毛布をひっぺがしても頭をポカリと叩いてみても冷たい水をかけても挙句霧の湖に投げ込んでもルミアは眠ったままだった。仲良し3人組は心配した。なぜルミアは目を覚まさないのだろう。いろいろと考えてみるものの、彼女たちには思い当たることは何もないのであった。竹林のお屋敷を医者に見せても原因は全くわからないと言われてしまった。そんな心配する3人をよそに、すやすやと気持ちよさそうな寝息を立てて眠り続けるルミア。彼女は果たしてどんな夢を見ているのだろうか。はい、こんにちは、マリモです。ということで、今回から宵闇ドリーマー実況していきたいと思います。本日このね、7月25日より宵闇ドリーマー公開ということで、スイッチ版ですね。では今回ね、僕はずっと夢見てたんですよね。スイッチで東宝ゲーム、もちろん任天堂の機械で東宝のゲームをやることは夢見てて、それはもうちょっと少し前に実現しているんですけども、それではなく、ルーミアが主人公のゲームがスイッチに出ると、これは買うでしょうと。僕がずっと愛していた任天堂のゲーム機にルーミアですよ。このコラボは絶対出ますね。っていうことで早速やっていきましょう。ちょっと東宝みたいな感じだけど、まあ何も押せないのでゲームスタートですね。おすすめ、ちょっと待って、動けないんだけど、まあ強制うたた寝モードってことだね。はい、強制うたた寝モードですね。ということで、まあ実況していきたいと思います。まあアクションゲームですね、このゲーム。多分予告を見る限り、まあ僕、まあ実況したことないんですけど、え、動かないんだけど、え、う、あ、これ、あ、ボタンですね。スティック操作じゃないんだ。へえ、これどうやって持つの。え、あ、当たっちゃダメなんだ。へえ、あ、 Y なんだ。へえ、おお、これあれだね、ほおずきだね。敵を全部倒さないと進めないんだ。へえ、へえ、よし。まあ食べ物は多分ポイントとなってくるので集めていきたいと思います。え、え、どうやって出るの。ああ、そうやって床登れるんだ。へえ、いった。ああ、残機とかあるの。どれが残機か分かんないな。あ、開いてるね。じゃあ行きましょう。どうやって床降りるの。え、床どうやって降りるの。登り方は分かったんだけど、降り方が分からない。え、ちょっと待って、すごい技覚えてんだけど、何このワープみたいな。これはルーミアの夢の中ってことなのかな。てか降りられない。え、いや、説明書を見ずに始めたからわからない。え、え、あー、なんか下ずっと長押ししてたら降りれたね。いや、ついスティックで操作しちゃうな。まあこれ地道に Y ボタン押して倒していくんだね。とりあえず今日は1面終わるまでやろうか。で、1面って、まあ、1の11とかまであるのかな。あ、いけだわ。よし、 OK。 あー、いっちゃうの。
壁と反対側で話す。壁キックができるのね。いった、あーもう踏めないって不便だね。まあマリオみたいにみんなが超能力を持ってるわけじゃないんだね。慣れないときついな。よし、オッケー。で、ここでこの鍵をゲットして入ると。オッケーです。あ、つながってんの。ほう、よし、オッケー。なんか知らないですけど、ちょっと鼻声になってたらすみません。ちょっと鼻声っぽいな。いやー、あ、あったあった、鍵。鍵を一瞬見失ったんだよね。これ1の何まであろう。あ、隙間がある。え、あー、上下つながってんだ。へえ。おー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 、すごいすごい。あ、俺どこ行った。俺どこ、俺どこ、あ、いた。へえ、面白いね。どうするべきな。なんかファイヤーバーみたいなのあるけど、とりあえず降りれない。え、なんか置いたんだけど、これがミスティアの技なのかな。てかまた降りれない。あ、降りれた。いやー、操作慣れねえなー。あ、 R だとあれなんだ、壁が避けられるんだ。あのペーパーマリオのあれみたいだね。細くなるやつ。あー、暗い。宵闇ボムっていうのがあるんだ。へー、ここは落ちたら死ぬステージか。あ、オッケー。いやー、どうやってなってるんだ。あ、ここにうまく乗ってからこれか。オッケー。鍵はどこだ。あ、そこか。オッケー。いまだに降り方がよくわからない。あのですね、説明書を見てきたんですけど、うん、説明書を見てきたんじゃない、ネットを見て説明書があるか調べたんですけど、ないんですね。ということでどうしようかなと思ってたら、ここ繋がってたんですね。まあいいでしょう。まあ一時は解決ですね。このステージでは下に下がれなかったのかな。あ、上下繋がってるから落ちて死ぬとかもないんだ。へえ。こういうとこ降りれないと困るけど、まあ決まってんのかな。え、ちょっと待って、死んでんですけど。え、操作方法もう一回出ろ。あ、これね。あ、これ、いや今粉々に砕かれたんですけど、このゴルフボールに。これね、これ万能だね。かわいい。あー、どうせ敵倒さないといけないんだ。よし、オッケーオッケー。全然操作が慣れない。スイッチ、スティックつい触っちゃうんだよね。あー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 あああ。残機はどこ？
ああ、フルパワーがある、フルパワー、フルパワー欲しい。こいつ殺しにかかってんだろ、こいつ。くそー、ああもうこれか、ん、もう死ね、危な。これか、オッケー、あれ、オッケーじゃない、これも敵、まさか、あ、敵なんだこれ、初めて知った。いやー、これは取っとかないと、あれ、食べ物の無駄でしょう。まあ食べ物には限りがありますからね、ちゃんと取っていきましょう。あ、1の10ってやっぱあるんだ。これどんどん使ってった方がいいな。でも有限だろ、危な、なんだあれ、あ、それ取れるんで、はい、はい、1の11です。ちょっと慣れてきたねって言ってると、ん、お、こいつ飛べたのそりゃそうだよ、ルーミアは飛べ、嘘だろ、あ、これ普通にこれでいいじゃん、いやー、十字ボタン慣れねえ嘘だろ、ルールール、これどうやって下げんの、いやー、これ避けられねえよ、よし、オッケー、1の12、なんか運動会やってるやつらいるけど、これ結構使えるな、よし、オッケー、いやー、これは何、はい9、え、し、死んだんですけど、コンティニュー、え、どういう仕組みかわからん、それとどうやってやんの、あ、あんって喧嘩腰になっちゃって、落ちると上に行くよね、あ、これいけんじゃん、斜めとはどういうこと？あ、あ、あれ？ちょっと待って、操作方法を忘れた。
やばい、操作方法忘れた。あ、飛んでる間は食らわないんだ。飛んで、え、どうすんの。全然操作うまくいかない。1の11で積むんだ。こんなに？これ登れない？壁。ダメだな。こういう無理地で、まあこうやって無理にやるしかねえな。おお、リグルに変わったね。え、帰れねえんだけど。よし、オッケー。いやー、いまいちだったな。行った、お前。まあこれに落ちて死ぬという概念はないんだな。あー、めんどくせえな、たい焼き取るの。たい焼きはいいや。まあさっき粗末にしてはいけないとか言ったのは誰だよって話なんで。だけどこれ何面まであるんだ。なんか話が進んだな。今チラッとボスの扉って出たんだけど、え、こいつボス。まあまさか、まあ、道案内してくれてんですよ。あれ白霊神社でね、あの東の空に。霊夢か、これ霊夢切れるパターンでしょ。うわー、やばいなこいつ。キリュウショウだろ。あんなウサギにも手加減しないのね。やば、これはあれ八つ当たりっていうんじゃないですか。私何もしてないんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、あー、危ねえ。よいしょ、よし、オッケーオッケーオッケー。第2ラウンドですね。
そういうスタイルね。よし、オッケー。なんだ、滑るか。読めない。ちょっと待って、読んでる暇がない。多分この陰陽玉に当たっちゃいけないんだろうな。いて、いや、むずいぞ。ああ、危な、危な。おーい、いや、なんかハート1個しか残ってないから、多分ギリギリだったんだろうな。いて、こいつひでえな。離さないの。もう仕草だけで会話しちゃうのね。あ、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 あのバガルテッドたち、バガトリオたちか。おーい、クリアですかね、ステージ。ステージ1クリアみたいなのは出ない。これは何、ゲームをクリアした証みたいな。ワールド1コンプリートでございます。ありがとうございました。まあ20分ぐらいですね。うわ、アイテムすごいな、めっちゃ集めてんじゃん。おー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 、結構集めたな。最後の下の方にいるのはメディスンかな。あ、ステージ2入っちゃいましたね。ん、これさ、途中で中断とかできない、できないのか。まあいいや。まあということで、今回ここで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。それではさよなら。